1941年撮影の収容所ドランシー、通貨収容所は、ナチスドイツがフランス・パリの北東のドランシー市に設置したユダヤ人移送のための収容所。フランスのユダヤ人をポーランドの絶滅収容所へ移送するまで仮に収容しておく通貨収容所だった。1941年8月の設立から1944年8月の 解放までの間におよそ7万人のユダヤ人がドランシーからアウシュビッツビルケナウ強制収容所などへ移送されている。フランスにおけるホロコーストの鍵となる地であった。ドランシー収容所は1943年7月1日までドイツの秘密警察ゲシタポと SD の監督のもとにフランス人管理によって運営されていたが1943年7月2日からは ゲシュタポヨダヤ人課課長、アドルフ・アヒマン新衛隊中佐の補佐官、アロイス・ブルナー新衛隊隊員によって、直接に運営された。結果、収容者の環境は一段と悪化し、アウシュビッツへの移送は強化された。1942年6月から1944年7月までの間に64回の移送作業があり、これにより、計6万1000人が移送されている。 このうち61回の移送はアウシュビッツ、3回の移送はソビボル強制収容所だった。フランスから強制移送されたユダヤ人の10人中9人がドランシー収容所を通過したという。収容所施設は1931年から1934年にウジェーヌ・ボードワン、マルセル・ロッツ、ブラディミール・ボディアンスキー、 ジャンプルーベによって設計された高層集合住宅団地してドラミュエットを転用したものである。現在では大半が取り壊されたが、一棟は記念施設を付与して低所得者向け住宅として転用されている。また、第二次世界大戦末期の1945年、イタリアドイツ敗戦の結果フランス在住の日本人は敵国人としてパリの中央監獄及び、 ドランシーの収容所へ収監された。その中の著名な人物に画家の長谷川清志がいる。ありがとうございます。